マーズサイエンスラボラトリー。マーズサイエンスラボラトリー、略称、MSL は、アメリカ航空宇宙局が、火星探査ミッションで用いる、宇宙船の名称である、探査機ローバー、愛称キュリオシティを装備している。キュリオシティは、2004年に、火星に降り立ったマーズエクスプロレーションローバー、スピリットとオポチュニティの5倍の重量があり、10倍の、 重量の科学探査機器を搭載している。火星に着陸後、キュリオシティは火星表面の土と岩石をすくい取り、内部を解析する。最低でも1火星年2.19年は活動する予定で、これまでのローバーよりも広い範囲を探索し、過去と現在の火星における生命を保持できる可能性について調査する。MSL は当初、 2009年に打ち上げられ、2010年10月に火星に着陸する予定であった。ただし、NASA では2機か3機の全く同じローバーを同時に送ることが議論されており、そのためには打ち上げを2011年まで送らせる必要があった。MSL の目的の一部は、将来のサンプルリターンミッションのために適当な着陸場所を見つけることだが、この案の推進者は、 複数のローバーを使って一度に複数の地域を探索した方が良いと主張した。NASA の太陽系部門のディレクターであるアンディ・ダンツラーは MSL の開発は2009年の打ち上げに向かって順調に進んでおり、この期限に間に合わせるために最大限の努力をすると語った。ジェット推進研究所のエンジニアたちは非公式にではあるが MSL のデザインは 将来のローバーにも利用されるだろうと語った。2008年に開発費用の超過が問題となり、試験に十分な時間が取れないとして、2008年12月4日、NASA は打ち上げを2011年に延期することを発表した。打ち上げ延期による追加支出は4億ドルで、最終的な予算総額は23億ドルになると見られた。複数のローバーを打ち上げる。 可能性については言及されなかった。2008年11月から2009年1月にかけて NASA は全米の学生、児童からローバーの愛称を募集した。5月27日、9000件以上の案の中からカンザス州の12歳の少女が提案したキュ,リオシテキュリオシティ、好奇心が選ばれたことが発表された。 2011年11月26日15時2分、MSL を搭載したアトラス V が、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられた。2012年6月11日、NASA はキュリオシティが8月6日5時31分、アトック頃に、ゲールクレーター内にある、アイオリスさんのふもとに着陸する見込みであると、発表した。2012年8月6日、 NASA はキュリオシティが8月6日5時32分に、ゲイルクレーターの中にある高さ3マイル、直径96マイルの山のふもとに着陸したと発表した。2012年8月22日、NASA はキュリオシティの着陸地点に2ヶ月前に亡くなった小説家のレイブラッドベリにちなみ、ブラッドベリーランディングと名付ける案がチムから出され、NASA もこれを承認したと発表した。 22日は、ブラッドベリーの誕生日である。2013年2月8日、キュリオシティが火星表面の岩に直径1.6センチメートル深さ6.4センチメートルの穴を掘り、資料を採取した。火星表面の本格的な掘削は、1960年代に火星探査が始まって以来初めてのことであった。2013年8月6日、 火星着陸一周年を記念して本体に搭載した楽器で自分のためにハッピーバースデーを演奏。キュリオシティのアルミニウム製の6輪の車輪には JPL のモールスコードパターンをわだちとして残せるようにするためのと大マークの穴が開いているが2013年秋に予期せぬ穴が開いてきたことが確認された。車輪の摩耗はある程度予想されていたが 想定よりも摩耗が早く起きており、穴が開いた箇所以外の車輪でも、くぼみや損傷が生じいることが写真から確認された。この問題を受けて、ローバーの運用チームは、凸凹の激しいルートを避け、尖った岩を回避する運用を行うことにした。さらに悪化すれば、ミッションへの影響が出る恐れもあるとして、JPL はソフトウェアパッチを書き換えて、この車輪の摩耗原因を調査することにした。 火星のゲールクレーターに着陸して以来、早々高距離6 1トルに達したキュリオシティは2014年4月2日に大規模調査を予定しているキンバリーと呼ばれる地点に到着した。4つの異なる種類の岩石が重なり合ったキンバリー、西オーストラリアの地域名に由来における調査はイエローナイフアンと呼ばれる盆地の調査以来最も大規模なものとる。 2018年6月7日、NASA は、キュリオシティの探査によって、火星に有機分子があることを発見したと発表した。また同時に、火星にあるメタンの量が、季節に応じて変動していることも発見したと発表。キュリオシティは、長さ3メートル、総重量は900キログラムあり、そのうち80キログラムが、化学機器の重量である。メールは、長さ1.5メートル、 重量は1 7 4ラムであり、そのうち6 8ラムが化学機器の重量であった。7 5トルくらいまでの障害物を乗り越えて進むことができる。走行速度は自立後方の場合、最大時速9 0ル程度であるが、数々の状況、電力レベル、視界、地表の荒さ、スリップなどを考慮に入れると平均では、 時速30メートル程度となると思われる。2年間の活動期間の間に、最低でも19キロメートルの距離を移動する予定である。電力源としては、プルトニウム238の崩壊熱を利用する原子力電池を使用する。火星探査機での RTG は、バイキング1号とバイキング2号着陸機でも、使用実績がある。昼夜や季節に関係なく、 一定の電力が得られる上、余熱はパイプを通じて探査機のシステムの保温に使用できる。キュリオシティで使われる RTG は、ボーイング社が開発した最新のマルチ一オ音、ラジオイソトペサーモアレクトリックジェネレータと呼ばれるタイプである。重量は約 50kg で 4.8kg のプルトニウム238を搭載しており、打ち上げ時の事故で衝突、爆発、 再突入による落下が起きてもプルトニウムが守られるように保護層で覆われている。ミッション初期には約2000ワットの発熱から 125W の電力を得られ、14年後でも100ワットの電力が得られる。キュリオシティは1日に 2.5kWh の電力が得られる。太陽電池を使用していたメールでは1日に約 0.6kWh の電力しか供給できなかった。 キュリオシティが活動を予定している地域の火星の気温は、プラス30から摂氏127度の間で変動すると予想されている。このため、ヒートリジェクションシステムを使って、機器の温度を維持する説となっている。長さ60メートルのパイプ内に、ポンプで流体を流し、MMRTG からの熱で保温する。温度が上昇しすぎる場合は、冷却にも使える。 キュリオシティに搭載された記録装置の容量は約 4GB しかないため、打ち上げ時点では容量の大部分は着陸用ソフトウェア保持に使っており、そのままでは最小限の探査しか行えないが、地球から遠隔でアップデートできるように設計されているため、火星到着後は不要になったソフトウェアを観測機器の制御用ソフトに更新しから本格的な運用を始める。 赤外線レーザーを使って最大7メートル離れた土壌や岩の表面を蒸発させてスペクトル分析を行う。火星は大気が薄いため重量物を着陸させるのは非常に難しい。パラシュートや空力ブレーキだけでは減速が不十分であり、過去に使用されたエアバッグを使って衝撃を抑える着陸方式距離を指揮ほどの重量がある場合は使えない。 このため、MSL ではいくつかの方式を組み合わせるとともに、新たな着陸方式が採用された。キュリオシティは、エアロシェルに格納されて、火星大気へ突入し、その外角を用いた空力ブレーキで減速する。このエアロシェルは、直径4.5メートルという宇宙用としては、過去最大であり、ファノリックインプレグネイテッドカーボンニアブレーターという。 耐熱材で高熱から保護される MSL 用に開発されたパイカは、スペース X 社がパイカ x としてドラゴンの耐熱シールドに採用した。これにより、突入時の速度5.3から秒速 6km をパラシュートが開ける速度であるマッハに2まで減速する。重心調整用のダミーウェイトを投棄した後、高度約 7km で超音速パラシュートを解散し、 耐熱シールドを分離する。パラシュートは直径16メートル、長さ50メートルという巨大なものとなる。パラシュート降下中にキュリオシティの下側に装備したカメラで毎分5枚の写真撮影を開始する。これによりどこに着陸したか精密な地点を素早く確認できるようになる。高度約1.8キロメートル。 速度約秒速100メートルの時点で高架ステージを切り離し、水力調節が可能なヒドラジンスラスタ発揮、水力核 3.1kN を噴射して減速する。このシステムは、バイキング着陸機の技術流用されている。MSL は、スカイクレーンを使って、キュリオシティを難着陸させる。高架ステージと、キュリオシティとの間は喧嘩ケ,ケーブルと、 電気信号を送るケーブルで繋がれた状態で約7.5メートル、吊り下げる。キュリオシティの乱着陸を確認すると、約2秒後に加工品でケーブルカッターを作動させて、ケーブルを接岸し、高架ステージは、スラスタをフル噴射し退避しながら離れた場に落下する。このようなシステムは、今回初めて使用される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。